皆さんこんにちは。旅するアーティスト、たりきペインターの地球です。今日はサンビーチでアッシングしてきたんですけど、その時の様子をお届けしたいと思います。サンビーチでアーシングしてきた様子をお届けしました。このサンビーチに入る前にちょっと撮ったあのお宮の松っていうね、観光スポットなんですけど、あれがあの何でしたっけ、金色夜叉っていう昔の小説のなんか関係する、寛一とお宮っていうんですかね、いう登場人物の銅像なのかな、とそこの横にある松の木、お宮の松、あれなんかすごい有名ならしくて、僕も来て初めて知ったんですけどね。はい、まあ、そこからもすぐのとこにもサンビーチもあるんですけど、僕が今いる寮からもね、歩いて15分ぐらいだったんですかね。それでまあ一応その歩いてる途中から撮ったんですけどね、割と歩いていけるんだなっていう。ただね、今日ちょっとまあ昼間過ぎたというか、あの家を出たのが昼の1時過ぎだったんですけど、ちょっとまあそうですね、昨日のね、夕方から休みではあったんですけど、やっぱ疲れが溜まったんでしょうね。かなりもうずっと昼ぐらいまで寝ちゃってね、朝ちょっと瞑想会とかで起きたりはしたんですけど、もうなんか寝落ちしちゃって、もう終わって後もずっと寝てたりとか、まあでもちょっと今日は特に予定もなかったので、たまにはちょっとそういうね、昼まで寝てるみたいな日がそういえば最近なかったから、うん、そうしようと思って、なんだかんだね、昼休みの日もどっか用事があって出かけたりとかしとったので、今日は本当久しぶりに珍しく昼まで寝てたっていう、なんかすごくそういった意味ではある意味充実してたというか、思いっきり寝たぞっていう感じでしたね。で、まあ、それでその後に出たのでちょっと遅かったんですけど、あれはちょっと午前中というか朝行った方がいいなとは思いましたね。いや、今度行くのは朝休みの日の朝、そうですね、本当早めの時間に行って、で朝瞑想みたいな感じでした方がいいなっていうか、もう結構ね、4月ですけど、日中20何度とか結構暑いんですよ。もうあの半袖の方とかもね、いらっしゃるぐらいなので、そうなんですよね。なのでビーチも結構天気ともちろん暑いですし、まあちょっと気持ちいいぐらいなんですけどね、まだね、これ真夏になると大変だと思いますけど、なのでそうですね、ちょっとそういう意味では朝の方、せめて午前中ですね、もうちょっと早めの時間に今度からは行こうかなと思いました。で、それで、なんていうんですかね、その後またちょっと別のところで用事出して、で、まあ2時ぐらいからね、また共同浴場行くみたいな感じの予定立てるのがいいかなと思っていて、
次からはちょっとそういう感じで行きたいなと思ってます。で、アーシングね、なんかやってる最中気持ちよかったんですけど、なんか途中ちょっとなんか体重だるくなってて、終わってその歩いててね、だからなんか帰って、まあなんですかね、アーシングの後に体だるくなったみたいな、あんま今までなかったんですけど、まあなんかいろいろ出てんのかもしれないんですけど、で結局その後ちょっと、体はだるかったんですが、歩いてまた15分ぐらいかけて走り湯のね共同浴場に行ったんです、家からね。でその後まあちょっとあんまりなんか体もだるい感じだったんで長くは入ってなかったんですけど、それでまあなんとか歩いては帰ったんですけど、まだ湯上がりで汗が引かないまま、でまあ涼しかったんで気持ちよかったんですけど、それで歩いて帰って、でその後ね、でもね家帰ってきたから結構すっきりして、で今日はちょっと終わって足の調子もその風呂上がり湯上がりでは割とここ最近ではまあまあマシな方かなみたいな感じで、なのでやっぱり温泉なんですかね。温泉が効きますね。しかも僕が勤めてホテルの大浴場だとちょっともう薄めたりとか源泉じゃないので、やっぱ源泉に浸かるだけで全然違うんだなっていうのを改めて感じましたね。本当にちょっと今日はだから今は割と体的には楽かな。あとやっぱ休めたっていうのもあるんでしょうね。でまた明日明後日は仕事ですけど、その次の日また休みで、水曜日休みだったりとか、まあそういう2日出て休みとかのペース、割とそんなにハードじゃないペースで続くので、まあそれでなんとか調整しながらこの1週間休み休みで行けばもう少しマシになるのかなとかは思ってます。あとなんかね、その毎朝1日1本バナナ食べるとかね、まあちょっとこういろいろなんか少しもう少し体を甘やかすというか、いい感じでできたらな。せっかくねこっち来てね、まあ無理してこう張り切ってなんかしようとかするんではなく、でも本当に海見ながらのんびりするとか、そういう当たり前のねことをすれば、体に優しいことをちょっと考えつつやっていけば、少しでも良くなっていけばね、まあやっぱり病は気からと思いますし、どっちもあると思うんですけど、もちろんそのね気持ちだけでは超えられない部分もあるのかもしれないですし、何かの病気になってしまってたらそうかもしれないんですけど、まあ、今のところは分からないので、ただ気持ちをねあまりちょっとどうしても病院に初めて行った時とかちょっと不安もあったんですけど、まああんまずっと不安でいてもしゃあないし、痛かったり固まったりするもんはしゃあないので、その中でできることをやるしかないなとか思いながら、まあ次もどこ行くかとかちょっと不安もあるんですけど、まあでもちょっと今日その温泉に入ったことでなんか違ってきたので、やっぱりもっとこうそうですね、身近に温泉があるところでなんとかあまりハードじゃない仕事でやれば、もう少しはマシになるのかなとか思いながら、いろいろちょっと次の行き先も考えていこうかなとは思ってます。今日もまた火花とか見てましたけどね、やっぱいいんですよね。なんというか自分にとって気持ちのいいこととか、そういうところをね、追求していけばいいのかなとは思ってます。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。旅するアーティスト、他力ペインターの地球でした。ありがとうございました。